ということは、お前さんは USB の中身は知らんっちゅうことや。そしてあのいかついおっさんに渡したと。悪いことは言わないから、早く私を解放した方がいいよ。おじさん、怒るとシャレにならないよ。もうすでにシャレにならん状況に追い込まれとんねん、こっちは。あなたたちが戦ってもおじさんたちには勝てないことは分かってるでしょ。学習済みだ。なので、助っ人を用意した。備えは完璧だ。確かこの辺だったんだよな。さすがにもういないか。偶然ここ通っただけかもしれないからな。駅前に行ってみるか。そうだな。何やと？心配すな。めいっ子さんはビンビンしとるわ。俺たちも無駄なことはしたないんや。お前さんがそのめいっ子さんから預かった USB さえ返してもらえば文句はない。場所は後でショートメッセージで送るから、余計なこと考えんと持ってこい。ええか、その USB はお前さんにとって全く無価値なもんや。それどこの大事なめいっ子さんを引き換えるんやから、こんな男の話じゃないやろ。ほな、待ってるで。おとなしく持ってきそうか。おとなしくかどうかは分からんが、まあここにはこれやろ。まあこっちもおとなしくかどうかは分からんがな。月夜はさらわれた。許さん。月夜は無事なのか。あいつらの話ではな。万が一月夜に何かあれば皆殺しにしてやる。俺も行くぜ。めいっ子さんは無事よ。お前油断したわね。まさかお前が。違うわ。違う。あの子の才能はまだまだ開花するわ。その力は私にとっても必要なものなのだから、あなたたちに力を貸そうっていうの。なぜ月夜が無事だとわかる。言ったでしょ、あの子には変なのが取り付くかもしれないって。その変なのがあの子を守ってくれるわ。なんとかして逃げ出さなくちゃ。今は誰もいないから、大声出せば外に聞こえるかも。あずき、変態おじさん。あずき、メッセージが来たか。ああ。行きましょう。行く？行ったでしょ。あの子は私にとっても大事なのよ。あなたたちだけじゃ不安だわ。おい、ちょっと待て、行くって場所分かっとんか、おい。